2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一なり1億円近く投資しておりました浜間巌先生です。今回はね、そのインジケーターの、シグナルですね。15分足のバイナリーオプションにおいてですね、シグナルがね、ある12分以内にね、複数出ないようにということでね、買いに対しては守って、売りに対しては守るんだけど、売りから買いに変わったときはすぐシグナルが入ってしまうということでね、調整したんだけども、それは入った方が成績がいいんですよね。今、2時間か3時間ぐらいのテストで見てるんですけど、これが15分のバイナリーオプションですね。で、これは1つのシグナル、上なら上のシグナルに対しては12分以内にはシグナル入らないんだけど、逆のシグナルにね、上から下に入るとすぐ入るんですよ。で、こちらは入らないようにしてね、試験投資してんですね、デモでね。で、こっちはもう2万3千いくら稼いでんだけど、その時にね、こっちマイナスになってるんですね。もうデモ口座だから5000円からだからもう7480円もね、マイナスになってます。ダメなのかな、これね。見てると同じ設定なんですよね。で、2つ勝つからまた少し戻るかな、わかんないですけど、このようにね、設定値がね、このようになってるんで、ちゃんとしてるんですよね。同じ NGTUSD。60%。また来ました。これね、でも、背景が変わったんですよ。アドレスの取り方ね。ね。ライブは同じなんだけど、今あるとね。で、こう、上に買う。入ったですね、シグナル。こう、落ちてんですね。もう、100万でしょ、これ、デモ口座。100万と5000なんですよ。ね。デモはね。はい、こう、もう、ごめんなさいね。汚い人間たちが乗ってんですよ、頭にね。そう言って、EULGBT。下に売る。こっちに2万2千でしょ。今火曜日ですからね。このように時間帯ね。火曜日ですから2時15分ですね。9月25日火曜日、夜ですね。夜中ですね。こっちのは成績いいんだけど、こっちはもうめちゃめちゃマイナスになって、今ちょっと取り返してですね。これどうなんでしょうね。プラスになっていくんでしょうかね。このシグナルではいいんだよね。パーセンテージ60、60の1ピップスずつですからね。こっちの方改正したんだけど、改正したらかえって成績悪いな。こっちの方がいいな。EULGBT。これ違うし、通貨国だから、ね。連続してていいんですよ。同下じに通貨売る。国に対してだからね。間30秒間は取ってますけどね。この間30秒、出てから30秒間はシグナル取らないようにしてるんですけど。悪い頭とか悪い動きしてる人間たちの方が多いから聞くと逆に殺されちゃいますよ。私の講師はね、いいものでしかプラスになりませんから、どんどん講義で悪い生物は全部処分
するように、CHFJPY。頭を動かしますからね。で、悪いのは自分が悪くない、正しいようにだというような感じで動きますけどね。それも効きませんよ。長い間はね。下に、ブル。特に投資の仕事はね、悪いようなのはもう徹底して仕事できないようにしないと危ないんでね。ね。正しいの、それも今勝手に頭入り込むんだけど、違う、悪いのが入るんだけどね。のしか、それもダメですね。延々ね。で、調整しないといけないんだけど。は投資ではもう徹底しないといけないですね。さあ、これプラスにならないね。こっちの方はなるんだけどね、やっぱりすぐ逆は入れた方がいいのかな。で、そんなのなしで入れないという方法もあるんだよね。これモードでちょっと追加しますかね。どれがいいか。123。そういうのをやめちゃうっていうのがあるんですね。ちょっとそれちょっと調整してみますわ。こういう取引、こういう取引と、ね。あと、何度もいいシグナルが来たら、シグナル出しちゃうという。ね。これは一番出さない方ね。次、こっちはね、片方のシグナルに対して、属性に対しては出しませんけど、ね。ということですね。こっちもやってましたね。こっちもやってるんですね。これはね、通常なんだけど、ちょっとサイクルが長いんですよ。これは上とこれと同じですけども、ただ全体の幅がね、広くなる。